関東地方の気温についてお伝えします。まずは現在皆様からいただいております体感のご報告見ていくと、山口さん今日はちょうどいいといったご報告もありますね、はい、そうなんですよ、まあ、ちょっとねムシッとした体感抱かれている方もいらっしゃるんですが、はい、概ねこのちょうどいいとか涼しい、はい、久しぶりですよね涼しいっていうのが、これ昨日の同じ時間とちょっと比べてみましょうか、はい、こちらが昨日の同じ時間、蒸し暑い、はい、あるいはじりじり暑いといったところが多くいただいていました。これ昨日は晴れてこの暑さ、はい、今日は雲が多くなってその体感も涼しいといったところに結びついているんですよ、はい、で実際の気温のデータもご覧いただきましょう、はい、この時間実況なんですけれども赤い色になれば30度以上なんですが、はい、関東エリアですね、うん、赤色今ないんですよ。東京もこの時間まだ30度に達していない状況でして、はい、今日は東からの涼しい空気入りやすいです、うん、ですので体感的にも抑えられるといったことがまだ続きそうです、はい、まあ、東京で30度を下回ってくると9日ぶりとこういうことでして、はい、また久しぶりの体感広く出ているんですね、はい、まあ、今日はこういった過ごしやすいといったご報告もある中で、はい、この先はいかがでしょうか、はい、また暑さが戻ってきそうです、はい、で週間予報で、その状況を見ていただきましょう、はい、1週間の気温予想を見ますと、まあ、東京明日にはまた32度、まあ、その後もですね34度などまた真夏日が継続していきます、はい、まあ、その他の地点も内陸部中心に気温が上がりやすい状況が出てきますので、まあ、一時的にこうしのぎやすくなってもですね、はい、まだまだ暑さ対策は必要という時が時期が続きそうです、はい、まあ、この先も残暑が厳しくなりますので熱中症対策しっかりと行ってお過ごしください。